八王子からサイクロンに身を任せて高崎を目指すスゴロク強制途中下車の旅八高専編、前編は音の足の脱落に始まり、東福沢オロト途中下車、残す駅は14、一体どんな駅に降りるのか、後編の幕開けです。それでは諸のポストの前にてサッタがサイコロを回していきたいと思います。ほうどどどどどどど6 6っていうとどこになるの。6ですと今いるのが諸ですね。1つ目小越瀬で、2つ目が明岳、3つ目が小川巻、4つ目が竹沢、5つ目が折原、6つ目が寄りになりますので、向かう先は寄り駅になりました。あれ強運じゃね。意外と強運ですね。意外と強運じゃね。これがさ6じゃなくて1だったらさ歩きだったね、1だったら割とやばい距離歩かないといけないので、まあまあいいんじゃないですかね。よし、じゃあ次に向かって頑張りましょう。はい、この旅行はサイコロに忠実に従わねばなりません。これまで乗車していた列車は小川町行き、サイコロが指した寄りはまだまだ3駅先でありますから、従って小川町では後続の高崎行きまでおよそ1時間改札から出ることは許されません。ちなみにこのルールは最初は伝えておりませんで、小川町到着寸前になって LINE で伝えました。コマは小川町で昼食を食べようとしていたようですけれども、算段が狂ったというわけです。我ながら鬼畜の所業だと思いました。ね。
八甲線はもちろん秩父鉄道東武東上線も乗り入れる交通の要衝、より要衝としての歴史は古く、甲州裏街道の一つ秩父王冠の宿場町として、また八幡城の城下町としても栄えた歴史香る町。このご一行どんな歴史を味わうか。栄えてんな。栄えてるほら、商業施設もあるし。潰れた、潰れとるやん。よし、行くべ。あ、こっちの方を映すと東武東上線と秩父鉄道と、あとここが八甲線。すごい場所だな。よく気づいたな。はい、じゃあ気をつけてね。ありがとうございます。よし、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 どっち？こっちか。何が有名なの？これは。何が有名なんだろう。秩父のに近いから同じかとか意外と。豚とかそういうの。もうちょっと下まで行けばね、人が早いんですよ。うどんとかそばとか。うどんそばか。なんで年末なんかね。本当だ、一番何もお召しやってない。大晦日ですよな。一年の中で一番お召しやってない。好きや、好きなんですけどね。大丈夫。砂利道だけど。好きある。好きや。付き合いの道過酷すぎない。こんな無法相当お風呂を走らせて付き合いに行ってくれるの。本当だ、付き合いだ、付き合い。では、サイコロを振っていきたいと思います。よし、ではお、結構また数の大きいのが出てしまった。 5やったぜ。5ということでですね、今最寄りにいますので、次の駅が陽戸、松久、小玉、丹生と続きますので、次に向かう駅は群馬、藤岡という駅になります。おお、じゃあだいぶ近づいた。はい、もう高崎まで3駅ですので、まあ、もう目と鼻の先といった感じですかね。やったね。じゃあ群馬藤岡に向かいたいと思います。鬼が出るかじゃが出るかへたどり着いた群馬藤岡鬼瓦が大しい駅。かつて藤岡瓦の産地として繁栄した藤岡では、数少ない名工が今もなおその伝統の技を守り続けています。鬼瓦を模したお菓子もあるようですが、このご一行が甘党かは知りません。とりあえずちょっと寒いんで歩きますね。歩くか、うん、よし歩くべ。東大通り、ちなみにここ群馬。確かに寝すぎて分かんなくなった。群馬県か群馬帝国か入国審査したっけ。寝てないのに。あれだったね、小川でさ、ずーっと駅の中で座ってんのつらかったね。あれがつらかった。それだけだな。せっかく青春18持ってんのにね。いや、降りられる。だって大回りしてんじゃない。そうだね。でもルール上降りないと。かわいそうだと思わない。
まあ、サイコロの旅に途中でしたのが、いいじゃないですかね、ちょっと、今の言い方だとなんか、なんかしょげてる感じがするけど。次はぜひ、東北本線とか。怖い怖い怖い、やめて。大野本線とか。一番栄えてる。なんか、街に人がいる。そうだ、活気に溢れている。いい感じの商店街。何なんだろうね。なんかすごい不思議なもんがねあったね。不思議な。バベルの塔みたいな。藤岡から回していきたいと思います。よっ、ん、あー微妙だね。2となると2が出ましたので、今群馬藤岡で、次の駅が北藤岡、その次が倉賀野になりますので、私たちは倉賀野に向かっていきたいと思います。よし、レッツゴー。高崎線等乗り換え駅倉賀野、八甲線の終点は本当はここですが、列車はすべて高崎まで直通です。倉賀野といえば中山道12番目の宿場町、倉賀野宿は外せない。もちろん行ったと信じたい。さて、倉賀野宿にはご一行訪れたようですけれども、なぜか写真しか残していないようですから、私から解説申し上げます。倉賀野宿は五街道の一つ、中山道の宿場町のうち江戸から12番目に位置する宿場です。倉賀野宿の特徴としてぜひ紹介したいのは、日光霊平四街道の分岐点であったということ。日光霊平四街道とは簡単に言えば朝廷、昔は京都にありましたが、そこから中山道をずっと進んできて日光に訪れる際のショートカットルートです。江戸時代は天皇の代わりに霊平氏というお使いが毎年日光東照宮を訪れて霊物を奉納していたのですが、京都から日光というのは歩きだとめちゃくちゃ遠い上に、江戸に立ち寄ると幕府にいちいち挨拶しないといけないわけです。で、まあ、要は遠出するのと幕府との相手をするのが面倒くさくて、早く京都に帰りたいからこのルートができたということになります。また余談ですが、ゆすりという言葉がありますね。あれはどうも日光霊平氏に由来する言葉だそうです。江戸時代は武士の世で、対する公家は結構生活が厳しかったようです。ですから日光霊平宿の連中は日光に行く途中でカゴを頼みます。で、乗っている最中にわざとカゴを揺らしたり転げ落ちたりします。それで天皇のお使いやってんだぞ、無礼を働きやがってという感じで脅して
金品を巻き上げると、そこから譲りという言葉が発生したと言われているんだそうです。不定野郎ですね。はい、では最後のサイコロを振っていきたいと思います。もしここで1が出たら高崎駅まで歩く、で2から6が出たら、まあ、普通に高崎駅まで電車で向かいたいと思います。では最後の運命のサイコロ振っていきたいと思います。5ということは、ここから八高線の列車に乗って高崎駅の方に向かって終わりにしたいと思います。では高崎駅に向かいたいと思います。よし、よし、すごいね、線路がすごいな。桃太郎ってやつあったの、あれさ、八王子にもあったの、すごいね。なんで最終章じゃん、光が光が最終章だ、そうだね、よかったな。運動量こんな DGS、 こんな多いことある、めっちゃ多いな、車両基地みたいな感じ。そうなんとかよりも全然線路の本数多いよね。すごいな。来てもらうコンクリート工場ですか。すごくない、なんか、年季がかかってる。あ、これか、先交差するってかな。このコンクリートさ、取りてえな。望遠で取れたらそこら辺からバーって、ね、取れたら一眼とか撮れるようになったら撮りたい。絶対いい写真になる。各線到着いたしましたです。折り返しのこだまにとなります。次は ルモン本線で。
また会いましょう。さようなら。紙容器だから、東京ドーム、あ、東京ドーム買う？買っちゃおうか。